人からチューしたら赤ちゃんができちゃうなんて言われたら理性を保つ自信がないですね。皆さんこんにちは。このチャンネルでは大人気アニメの実写化画像を AI イラストで作っていきたいと思います。今回はリゼロのエミリアやアンピースのビビの実写化にチャレンジしてみました。どの実写化画像もクオリティがとっても高く仕上がったので楽しんでいってくださいね。それではどうぞ。はい、まず最初はゼロから始める異世界生活からエミリアの実写化画像を作ってみたいと思います。それではどうぞ。手が長くない？足は短い気がするし、体のバランスが悪いですね。せっかく顔は可愛いのにもったいない。もう一度作ってみましょう。それではどうぞ。可愛い。これは成功ですね。めっちゃ可愛くできました。クマちゃんとエミリアになっていますよね。実写化すると原作よりも大人っぽく見えますね。次は 2.5D 化にしてみましょうか。それではどうぞ。これは今度美人からチューしたら赤ちゃんができちゃうなんて言われたら理性を保つ自信がないですね。調子に乗ってもう1枚作ってみましょうか。それではどうぞ。はい、何かありましたか？無理やりコスプレしたおばさんが見えたような気がしますが、気のせいです。次はアニメ化に戻してみましょうか。それではどうぞ。はい、かわいい。太ももと太ももの間を下から見るアングルってたまらないですよね。私だけかな？皆さんもどんなポーズが好きとかあったら教えてくださいね。できるだけそのポーズで画像を作ってみます。それでは次はワンピースのビビを実写化してみます。このキャラは物語の結構序盤に出てきたキャラですが、未だにストーリーとか飛び台とかにも出てきていますよね。ファンの間では何か物語の根幹に関わるような予想をしている人もいますよね。そんな砂漠の国の王女様を実写化してみましょう。それではどうぞ。かっこいいな。昔の絵画みたいな画像になっちゃってます。これじゃ全然可愛くないのでもう一回作ってみましょう。それではどうぞ。ビビちゃんいい。これはちゃんと王女様してますね。この際どい太ももが眩しくて素晴らしい。次はイラストに戻してみましょうか。それではどうぞ。頭投げ。どうしてこうなった？シンプソンズのお母さんみたいになっちゃってます。これは可愛くないのでもう一枚作ってみましょうか。それではどうぞ。まあまあってところですね。普通すぎてコメントしづらいです。 N たちに癖を加えたら面白くなりそうなのでもう一度作ってみましょう。それではどうぞ。魔女みたいになっちゃった。もう少しちょうどいい感じを予想していましたが癖が強すぎるんだよ。まあでもこれがビビだって何とかわかると思うので成功ということにしておきましょうか。さて次は天気の子から天の雛を実写化してみます。他のアニメキャラに比べて特徴がないので苦戦しそうな予感です。それではどうぞ。顔でかくね。顔とのワンバランス加減がすごい。実写化というより 2.5D になっちゃってますし、もう一度作ってみましょうか。それではどうぞ。さっきよりかは可愛いですね。イシシと笑いそうな顔してます。やっぱり特徴がないので思ったように可愛くなりませんね。次は 2.5D 化にしてみましょうか。一気に大人になったな。個人的にはさっきよりも断然こっちの方が好みですね。さっきまでののってん気な感じよりこっちの微笑している方が似合います。そしたら次はイラスト化してみましょうか。それではどうぞ。こいつも何も考えてなさそうだな。こっては隠して可愛いけどそれ以外は普通すぎてコメントしづらい。原作はもう少し大人っぽいので大人っぽくなるように設定を変えて作り直してみましょう。それではどうぞ。急に胸が大人になったな。へそ出して最近の流行りに乗っかった感じでしょうか。可愛いか可愛くないかで言ったら間違いなく可愛いですね。てかそばかすが気になるのでそばかすを除去してみましょうか。おお、そばかすを除去しただけでこんなに違うとはぐっと大人っぽくなりましたね。それではお次はエヴァンゲリオンの人気キャラ葛城美里の実写化をしてみましょう。それではどうぞ。見てね、ただのワイルド系お姉さんという属性だけ同じです。これ単体で見たらまあまあ美人ですが似てないのでもう一回作ってみましょう。それではどうぞ。急に可愛くなった
があまりに整いすぎていて、バービー人形のように人間という感じがしないですね。今度は 2.5D 化にチャレンジしてみましょうか。それではどうぞ。完璧じゃん。完璧に再現できていますね。美人らしさについて言うことなさすぎるので、さっさと次のイラスト化に行きましょうか。それではどうぞ。これもいいことないですね。普通に可愛すぎます。これだと単に美人なだけで面白くないので、ちょっと手を加えてセクシーにしてみましょうか。見てみたいですよね。それではどうぞ。ムチムチしてて、同人誌みたいになっている。ちょっと欲が出てきたのでもっとセクシーにしてみましょうか。それではどうぞ。このサイズ間違えていませんか？それ子供用ですよ。14歳のシンジ君と一緒に暮らしているんですよね。羨ましすぎます。さて次は、からかい上手の高木さんから、高木さんの実写化をしてみたいと思います。このキャラも他のキャラに比べて、特徴がない方なので難しそうですね。それではどうぞ。わかる。これは高木さんってわかりますね。この大きなお目々と、バッて分かれた髪型があれば、何でも高木さんに見えるのかな。今度は 2.5D 化してみましょうか。日本人形みたいな顔してるな。可愛いけども、顔が白すぎて、ちょっと怖いですね。次はイラスト化してみましょうか。それではどうぞ。顔は、可愛すぎる高木さん。こんな女の子にからかわれてみたいですね。ここで大人になったらどうなるのか、気になったので、25歳という設定が入れたらどうなるか、試してみましょう。それではどうぞ。服も大きくしろや。なんで体だけ大きくして、服は大きくしないんだよ。胸がキツキツすぎて、首が浮いてるじゃん。さて今回最後のキャラは、風の谷のナウシカから、ナウシカの実写化をしてみたいと思います。それではどうぞ。なんかポケモン飼っとる、ゆけ、イーブイ、とかいそうな気がします。肝心のナウシカは、まあまあ可愛いですね。ジブリの雰囲気が、なんとなく感じられます。次はイラスト化してみましょうか。それではどうぞ。キリッとしてて可愛いじゃん。いつものナウシカを見慣れているので、違う感じのナウシカが見えて、新鮮ですね。でも、これだと可愛いだけでつまらないので、もっとセクシーにしてみましょうか。それではどうぞ。わかっていたけど、これはジブリファンに怒られてしまいます。これでは国民的アニメが、低俗な男に懲りたアニメになってしまいますね。ということで今回は、ここまでにしたいと思います。他にもこんなキャラクターを実写化してほしいとか、こんなことをしてほしいとか、